ルンパパさ、布団ちゃんが今まで出会った中で一番の気違いだった人のこと教えてかゆマニア俺さあの昨日ねちょっとさあ知り合いと飲み行ってたんすよでそしたらさあのー、まあ一番のチ違いではないけどびっくりしたのがあって昨日あのー、まあ居酒屋で飲んでたんすよで カウンタータイプの居酒屋で、で、まあ、あの、畳があって、そこちょっと座れるよ、みたいな、ああ、居酒屋だったんですよ。で、最初、俺とさ、俺のね、友達で飲んでたんですけど、そしたら、なんか、あの、なんだろうな、会社の上司と後輩で、年の差は20ぐらい離れてんの。40ぐらいの、あの、おじさんと、20の、 あのー、20代ぐらいの、まあ、若造が、まあ、社長さんに多分連れられて飲み行ったみたいな感じだったんだよねそうであ、まあ、何が起きたかっていうとちょっと分かんないんだけど、まあ、酒の席だったのかなそうその20代の,あの子が40代のおじさんに向かって「もう頭きた!」っつって「バコーン!」っつってなんかやって「表出てって「お前は!」って いつもいつも会社で俺のことをバカにしやがってってイライラすんだよっつってそのまま外出てったんですよねちょうど昨日うんであのー、なんか周りのさあと畳のところの周りって何かさあの店によってなんかいろんなもの飾ったりとかしてんじゃんでそういうのバコンバコンバコンっつってなんかぎ倒してって外出てってでそれでその2人が決闘みたいになったんですよ で、殴り合いの喧嘩してるかどうかは、俺もう外まで行ってないから分かんないけど、とりあえず大きな声めちゃめちゃ聞こえた。みたいな。そう。で、それで、そのまま、あのー、社長さんだけ帰ってきたんですよ。で、俺それで、え、大丈夫っすかつったら、<laughs> まさか、酒飲んで、 初めて酒飲んだけど、酔っ払うと、ああなるとは思わなかったわ、つって。俺じゃ手に負えないから、外に置いてきた、つって。マジっすか大丈夫っすかつって、俺、空、外見に行ったら、そしたら、あの、道路のど真ん中で、こうやってルフビディに、こうやって横、横になってて、引けろ俺を引いてるのよ引けろつって。マジっすからね。これ嘘ついてないんすけど。で、俺、それで、いや、ちょっとさすがにあれ、まずくないっすかつって、いや、もう、あの、 何やっっててもももううんんんととすいいかないんでっつってでそれで最終的にあの店のマスターが「ちょっと営業妨害になるからマジでやめて」って言ったらそれに応じてくれて「お前んちで待ってるからな」って「逃げんなよ」っつって「このままお前んちで待ってるからな」っつってまあだからまあ何が言いたいかというとやっぱ酔っ払いっていけないっすねうん酔っ払いって。 あの、酒飲んで、まあ、もう、もうさ、二十歳飲んだら酒だから、まあ、あれだけどさ、酒飲んで失敗ってもう、そうね、仕方ない、仕方ないとか仕方ないんだけど、だって帰らんないから。けどね、うん、さすがに自分の会社のじ上司にね、そこまでちょっとできないっすよね。うん、俺、さすがにそれはちょっと見たことないわ。あの、会社の上司に、そこまでガチ切れする人。 うん、そうで、俺、それで、あの、最終的にさ、その、社長さんと、まあ、仲良くはなってないけど、ちょっと話す仲になってさ、ど、明日、大丈夫っすかつって。首っすかつって。首だねつって、そうそう。あーあー、っつって。ひとときのテンションで。ひとときのテンションで。あーあー、っつって、そう、うん。すげえ謝られたわ。その社長さんからは。あの、すいません、つって。せっ 楽しく飲んでたところを、ほんと、邪魔しちゃって、つって、うん。まあね、なんかやっぱ酒飲,酒飲むとさ、ストレス溜まってたものが、こう、ね、あの、飲んでない時はさ、どうしてもさ、こうやって、あの、我慢しよう我慢しようって、上司にいろいろ怒られてもやれても、言い返せないにしようって我慢するけど、やっぱ酔っ払うとそれが外れちゃうんだよな。皆さんもお気をつけてください。